タジオオーパーツボリューム98トリオでカメレオン、お楽しみください。スタジオオーパーツトリオでカメレオンをお送りしました、はい、この曲はね、はい、あの昔アービーハンコックがやってたヘッドハンターズっていうバンドでの、はい、ファーストアルバムの中の1曲を、ね、取り上げました、はい、このヘッドハンターズっていうのは、うんうん、途中からハービーはいなくなっちゃってましたっけ。なんかそんなみたいよ。最初はそのみんなでアルバム作るんだけど、ね、ツアーに出た後今度はハービー抜きでバンドだけでやってたっていうのは、はい、あの書いてありました、ね、だその後なんか出た時にはハービーハンコックアンデッドハンターズでやってたっていうのがあるみたい ね、はい、まあでもそのエッドハンターズ自体はそのハービー加えたその
やっぱバンドって形で、ハービーもバンドやりたかったんだなって、自分の楽曲をエレクトリックでやったりとか、ね、こういった新曲書き下ろしたりとか、はいですね、このハービーのデビュー自体は62年ということで、デビューアルバムね。ね、ってことは、うん、ビートルズと同じ年なんですよね。そうね、イギリスとアメリカでこんなに、そうだね、ね、違うってのもね。いやー、ビアンコックはすごいんじゃないんですか。すごいですね、うん、僕どう見てもね、デンゼル・ワシントンに見えちゃうんですけどね。いや、この間見たらもうものすごいおじいさんになってた。なるほど、なるほど、ね、古いね、あの人もね。はい、それでですね、はい、あのスタジオオーパーツはね、はい、まだあの11月もキャンペーンやってます。そうなんです。8時間2万8000円、はい、あのマスター使いたい放題。そうなんです。いろんなね、あの使い方ができると思うんで、別にマルチトラックでいろいろじっくり撮ってもいいし、そう、ね、一発撮りでいろ、ね、何曲も何曲も撮ってもいいですしね、うん、その8時間っていう時間を有効に使えばいろんなことできると思うな。そうですね、うん、ぜひあのトライしてみてください。はい。スタジオオーパーツ。